まあ、このメンバーで久しぶりにクリーンシートも前節は達成したというのが湘南ベルマーレです。最初に優先して前に上げていったのかもしれないですけどね。 そうですね、まあ、そこは分からないですけど、うん、まあでも後部の湘南ベルマーレのボールでキックオフされました。前半は左にエンド、黄緑を基調としたシャツがホームの湘南ベルマーレ、さらには平岡、ここは中野が寄せている、ファールはありません。ボールを奪った松本大志が前に運ぶ、中野がそのまま上がる、シュートを選択、キャッチをしました上福本です。さあここは中島がすぐに出ていきます。股を抜いた、もうそして加藤とのワンツーからまたアルスランに渡して、ここカーブのシュートだ、ナイスキーパー、触りました。川辺のつなぎ、加藤からもう一度東からまたもらおうとしましたけど、カットは鈴木優斗です。川辺、そして加藤、加藤逆サイドを見ていた、ここは中野打っていく、強烈突き刺さりました。あの距離あの角度からすごいシュートだ。そのままベンチの前へ、中野シュート、サンフレッチェ広島先制です。まあ、このドリブルちょっと止められなかったのが湘南としては痛かったですよね。完全に引きつけられたので、まあ、でもボールが浮いたのでコントロールも難しくてちゃんと収まりは切れなかったと思うんですよ。でも逆に走行したかなっていう、ワンツーですね。乗せからファーサイドへのボール、まだこぼれている、押し込んだ、バック見て、前半のラストプレーでしょう、ギリギリのところ、セットプレーから追いつきました湘南。そこで止まってしまったかもしれないですけど、まあ、頭を佐々木が出した時の福田翔ですかね、足が、はい、まあ、今チェックは入っている方は思いますが、はい、いやでもこれは素晴らしい、うん、ね、今日 J1200 試合目の出場というキューウィンテ、ファールですね、ノーゴールです。攻撃側の、そしてここで前半終了。ちょっと場内、湘南サポーターからブーイングということになりますけれども、バールで、このキュービンテ、なるほど、ことのようなので、で野村さんが大飯出身、はい、中野選手は私の中学の後輩でございます。ありがとうございます。大飯、西大飯です、西中学校です。ありがとうございます。バラダからのクロスボール、キーパー触っている、こぼれている、ここを押し込めるか、あーコースで悪い、福田翔です。後半立ち上がり早い時間、湘南ベルマーレ同点に追いつきます。福田に刺していきましたが、もうこのボールが加藤の元に行った。加藤ターンをして前に運ぶ、逆サイド松本大志空いている、中島を経由して松本大志、ここでザ・ファービーを使った、ファービー、あーコーストだ、あの角度から狙っていきました。まだあります、松本大志からこの加藤へ、さあ逆サイド、アルスラン走っている、さあまだ加藤が持っていく、逆サイドを見ていた、さあ、アルスラントラップからパスを選択、そしてカーブでナイスキーパ ー、ここは上福本のセーブです。さあこぼれ球、塩谷がシュートではなく中島に出した、中島からポケットを使う、松本大志から中へディフレクトするが止めた、まだある、枠の右でした。そして旗を使う、キーパー出てくる、まだあります、旗、ここに田中聡だ、田中聡シュートだ、田中聡です。追加タイム、点が入ったのは湘南ベルマーレ。そしてここで試合終了の笛とともにホームサポーターから大きな歓声です。首位の広島から白星ゲット、これで3連勝。